こんにちは、ハセンです。今日は京都のちょっと珍しい和菓子をご紹介いたします。こちら亀屋清永さんの清浄柑橘団という和菓子です。こちらはずっと食べてみたくってなかなか手にしなかったんですけれども、先日日本橋の高島屋さんに行った時に売ってあったので買ってみました。で、亀屋清永さんという和菓子屋さんは京都で400年ぐらい続く老舗の和菓子屋さんなんですね。でこちら の清浄柑橘団という和菓子が結構有名なんですけれども昔は密教のお供え物で一般庶民はね口にできなかったすごく貴重なお菓子なんですね。でちょっと開けてみますが、まず箱がなんか漢方薬みたいな箱に入ってますよね。でも本当に漢方薬というかお香が練り込まれたお菓子なんです。ちょっと開けてみます。こういうお菓子です。7種類のお香を練り込んだこしあんが中に入ってて、で周りは小麦粉とかのちょっと固めのもので、蓮のねお花を表す8つのね結びでね閉じてごま油で揚げてあるお菓子になります。かなりね硬そうなんですよ。だから歯が弱い人は食べれないかもしれないんですけれども、今日私がちょっと試してみます。はい、では準備してまいります。準備できました。それではいただきます。こちらにね説明書が入っておりまして、ちょっと焼くと美味しいって書いてあったので、焼いてきました。でそこを底の部分を押し上げるようにして割って食べると簡単ですって書いてあるんですけれども、そこ結構ね硬いんですよ。長崎のよりよりって知ってますか？よりよりみたいですね。ちょっとかじってみます。ちょっと食べかけですがお見せします。見た感じだとわからないんですけど、お香の味がします。なんかお寺にいる気持ちになります。でもそのお香もすごく強くなくて、7種類も入ってる割にはふんわりする感じで、美味しいかと言われたら美味しいとはならないんですけど、
美味しくないわけでもなくて、なんでしょうね、あの、うん、他にないお菓子ですね。飲み物はお茶にしました。緑茶です。で、私が焼いたからかちょっとわからないんですけど、パリパリしてるっていうよりもしっとりしてました。上の方に行くと硬いです。まあでも食べてみたかったのですごく嬉しいです。上はカリカリしてる。ごま油のね、風味がしますね。美味しくいただきました。とっても珍しい和菓子でした。そうですね、和菓子がお好きな方は有名なのでご存知かと思うんですが、一度ね召し上がってみるといいかなと思います。とにかくお香が練り込んであるので、そういうのがちょっと苦手な方は無理かもしれませんが、練り込まれている割には強い感じではないので、一度経験してみるのもいいのかなと思う和菓子です。ぜひ召し上がってみてください。ごちそうさまでした。